コロナの影響ですね。まあ、なんか前もあったかもしれないけど、まあ、疲れた体に染みるやつをくださいということで、まあ、ちょっと選んできますね。極高の騎乗酒100、こちら紹介したいと思います。騎乗酒はね、酒大賞でも何度か紹介してますが、まあ、要はお酒を仕込むときにお米と、ね、水で仕込む、その水の一部をお酒に変えて仕込まれたものというが、その水をお酒に変えることでより重厚感のある、ね、甘み深みをこう手にすることができるという、まあ、そういった特殊な作り方なんですが、これがねやっぱ一番日本酒で重要なところなんですね。だから今例えば お好きな酒なんですかって聞いたら、ね、みんな辛口辛口ってこうおっしゃいますけど、でも実際日本酒飲んでは美味しいなと思うのってやっぱ甘みなんですね。甘みの質なんですね。いい甘みのお酒っていうのはやっぱりお酒にとってのやっぱ甘さ美味しいですし、良くない甘みのねっていうのはちょっと差が進まないなってなりますんで、実際にこうなんか辛口っていう言葉が一人歩きしちゃって、なんか甘みがネガティブにね捉えられることもあるんですが、基本はやっぱ酒は甘さです。でそれが歴史的にというか、まあ、そもそもお米からできてるんでね、美味しいお米食べた時って皆さんねやっぱ甘いって言うじゃないですか。それと一緒でやっぱ米からできた酒っていうのもやっぱり甘さが魅力で、古くはね平安時代のお酒の文献が残ってるんですけど、めちゃくちゃ甘く作ってあるんですね。ものすごい濃厚で、平安時代からもお酒っていうのはまあ作り分けされてたんですけど、そういったこういろんな、まあ、神事だったりとか、まあ、その飲む人、その要は階級とか、まあ、様々な場面によって、まあ、なんか15種類とかね作り分けがされてたみたいなんですが、まあ、その中でもランクの高い人たちが飲む酒ってやっぱめちゃくちゃ甘い酒だったんです。贅沢に、まあ、例えば騎乗酒のようにそういうこう作ったものでまたお酒を仕込んだりとかして、その当時の砂糖なんてないですから、やっぱりその甘さって贅沢だったわけですよね。でその甘さと同時にその酔いも手に入れられるという、まあ、そういうこう特別な、まあ、色気のあるね、飲み物だったわけです。でその日本酒でこう今その料理に合わせて飲んだね、お酒単体でもまあ美味しいなっていうのを、こともあると思うんですが、やっぱり一番こうお酒をどういう風に飲まれてたかって、やっぱ体癒すためにね、あの皆さん飲んでたんだと思うんですよ。それがまあ、お米から自然に来る自然の甘みと、まあ、そのアルコールによるねそういうこう高揚感というか、ね、それでまあ疲れだったりとか癒して、まあ次の日朝に向かっての活力を手にしてたわけなんで、なんかお酒をこう選ぶときに、まあ、いろんな基準でね皆さんお酒飲んで選ばれると思うんですが、甘いか甘くないかっていうとそれなくて、甘みだけじゃなくてそこにまあ酸味とかねいろんな香り成分とか加わるんで、その単純にその甘みだけをこう抽出するのは難しいですけど、その甘さを軸にこう飲んでもらうとよりね体に染みるというか、その飲み口とか香りとか後味とかじゃなくて、このお酒の甘さを味わおうと思って飲むと本当にこう体に染みますんで、今日のね酒クエスチョンで、まあ、疲れた体に染みるやつをくださいということなんですが、まあ、日本酒のね甘さに注目して飲んでいただけると、一層こう体にふわっと染みるような、まあ、酒そのもののね、本来の魅力っていうものを、感じていただけると思いますので、ぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。